松田学です。松田政策研究所動画チャンネル対談シリーズで、本日は京都大学大学院教授、表現者クライテリオンですね、編集長の藤井聡先生にお越しいただきました。はい、どうぞ藤井先生よろしくお願いいたします。はい、藤井先生といえば国土強靭化ということ、推進されている中心人物としてご活躍されていますが、同時に積極財政論ということでも論陣を張られていて、私も何度かそういう場で、議論でご一緒させていただいたことがありますが、今年10月に予定通りやるんであれば、予定通りやるかどうか別として、やるんであれば、また消費増税というふうに、ようやく 3度目の正直みたいな話もありますけれども、それについてもいろんな議論が起こってますけれども、そもそもその財政政策の考え方、どうするんだと、で私は財務省出身であるだけにです、ね、何か言うと、財務官僚だとかですね、なんか緊縮財政派とか、心にもないことを言われて、基本的には積極財政論者で、ただリアリズムに基づいていろいろ言ってるというだけなんですが、本日はちょっとあえて緊縮財政派の人たちがこんなことを言ってるけれどもどうだっていう形で、私はちょっと悪役みたいになるかもしれませんけども、藤井先生からいや違うとこうなんだという感じでですね、いろいろと話を聞かせていただければと思っております。それでまず消費増税をしないとですね、この今年やらないと、もう今年やるかどうかというのはありますけれども、子孫、いわゆる60年、赤字国債60年償還なんで、子や孫の世代に付けだけを残すと、でこれは世代としてやっぱりやっちゃいけないんじゃないかという議論も最近出てきてますけれども、これについて先生はどんなふうに、今おっしゃったご意見というのも、極めて一般的で、ニュースや新聞で普通に語られてる、もうニュースキャスター、どこのニュースキャスターもいるだろうし、もう場合によっちゃ、高校生の女の子とか、中学生の男の女の子でも、ちょっと小賢しいガキだったら、それぐらいのこと嫌がるような話ですけど、もう30、40、50、60のデマにまみれた、とんでもないデマだということは、これはもう学術的に明らかです。で、まずどういうところから攻めていったらいいか分からないぐらいデマだらけのご主張なんですけど、まずですね、一番分かりやすいのは、消費増税をするから借金が減る。ということが前提となったご主張ですよね。ところがこれが完全に間違いで、消費増税をすることで景気が悪化することで、法人税、所得税が下落することで、トータルの税収が縮小してしまう。でしかも消費増税をすることで景気が悪化することで、失業保険だとか生活保護とかそういうものに対する出費も増えてしまうということで、かえって消費増税をすることで収入が減ると同時に、無駄な出費というか、増税さえしなければ出さなくてもよかったはずの出費まで増えてしまうということで、財政はより悪化してしまうということが1997年に起こったことであり、2014年においても実は水面下で起こっていることなので、一番僕はおっしゃったご意見、一般的なご意見を言っている方に対して、いやそれ違うんですよっていうのを、例えばモナマネタリーセオリーとかそうややこしいことを言わずに、直感的に分かってもらうようにするには、いや消費増税をするから財政が悪化して赤字国債が増えてるんですよということをまず申し上げたいですね。なるほど。で今年10月についてはですね、まだデフレから十分脱却してないのにっていう反対してる人たちも、いや経済が良くなったらですね、それは将来的に否定してるわけじゃないんだっていうのが結構多いんですけれども、先生は将来的なものについてはこれはですね、本当にものすごく経済成長をして、高度成長のような状況で、消費の拡大がひどすぎて、労働者が全然対応できないというときには、やはり消費の罰金としての消費税を課してですね、労働供給量に見合う程度の消費量に調整することは必要だと思うんですが、大なる可能性でそこまで消費が過熱拡大することはないと思いますから、将来において消費増税が正当化される局面というのはちょっと考えにくいんじゃないかなと思いますね。そうするとあれですね、一方で社会保障はですね、毎年毎年、毎年恒常的に支出が出ていると、恒常的に収入が必要だということになってくると、今の消費増税しないと、皆さんね、じゃあ他に財源何があるんだという話になってきて、それはどうなんでしょうね。ここはですね、増税をしないと税金が増えないという完全な誤認、事実、思い込み、嘘があってですね、実は安倍内閣下で17兆円の税収が拡大して、これはもう実に 40% の拡大になるんですけど、この17兆円のうちのおおよそ7兆円弱が消費増税
税なんですが、残りの10兆円は、自然増収なんですよ。したがって消費増税なんかしなくったって勝手に10兆円増えてたということなんですね。でこの10兆円というのはどこから来たかというと、外需が25兆円から26兆円程度安倍内閣下で拡大をしましたので、それに付随する税収増並びにそれに付随する投資拡大に伴う税収増というものが行われたわけなんですけれども、そういうことで自然増収で行うということなんです。でさらにですね、消費増税をする前は年間2兆円ずつ自然増収が拡大してたんですよ。で、安倍内閣2014年からもすでに5年経ってますけども、増税をしていなかったらそのペースで10兆円増えてたはずなんですよ。でこれ内需の拡大で10兆円増えると。なぜかというと2013年とか2014年とか2012年とかっていう消費増税の前の 2,3 年間っていうのは外需が全然変動してないんです、で内需が拡大することで純粋に増えたのが、これが年間2兆円で、でそこから内需が全然伸びなくなってるんですね。で一方でその外需が伸びたと。で外需が伸びることで10兆円増えましたと。今の僕の虎のたぬきの川財布でいきますと、内需が時のペースで増えてたとしたら2兆円ずつ増えてたはずですから、5年経ってるから10兆円ということで、すでに安倍内内閣下で消費増税をしなかったら20兆円増えてたはずなんですよ、2018年において、でさらに言うと2019年だともっと自然増収が増えますから、これが時が経てば経つほど消費増税をしなかった時の方が税収は2倍、3倍、4倍に膨れ上がっていくんです、というか、もしも日本が97年の消費増税を行ってなかったら、もっともっと成長率が確保できてて、場合によっては1000兆円あるいは1300兆円程度の GDP になってた可能性すら考えられるわけ で1300兆円とかになってたとしたら、今の税収のもう3倍ぐらいの税収があったはずで、もう税率なんか全然上げる必要もなく、もう消費増税率、税率 3% でもう税収100兆円とか150兆円というものを期待することで当然できるわけです。ということで GDP が拡大すれば税収が増えるというこの当たり前の事実をですね、財務省なのか、それとも緊縮財政派の学者どもなのか、メディアなのか、なんとか常さんなのか、誰かわからないですけれども、この成長すれば税収が増えるというこの事実を隠蔽して、そして無理から消費増税をして税収を減らしてしまっているというのが愚かな庭 の日本の財務省 等を含めた緊縮財政派の愚かな振る舞いだと、愚教の塊だと思います、97年の 3% から 5% に上げた時は、その時1回上げましたよね、はいはい、で上げて4、6月期が落ちて、GDP が落ちて、でその後市区から実は巡航速度になってて、で一番落ちる原因になったのが11月の金融機関の破綻で、そこから GDP のマイナスがガーッとついて、翌年から本格デフレに入っていったっていう流れを見ると、消費増税があったにしろなかったか関係なくて、やっぱり金融要因じゃないかっていう、っていうのがありますね。で、その金融要因はどこから来たかっていうと、アジア通貨危機だとかってことが言われるわけですけれども、今おっしゃったように、もちろん駆け込み需要があって、主力とかで落ちる、でそこから上がっていくのは、これはもう14年の増税の時だって見られてる話であって、で金融破綻というものも当然あるとしてもですね、じゃあなんで破綻したのかっていうと、それはもう内需が冷えていったことでも大きく関連しているわけで、そもそもですよ、通貨危機が問題であったとするのならば、外需が冷え込んでるはずなんですよ、外需が冷え込んでる。ところが、その時の輸出の増減を見ると、ほとんど全く横ばいの状況で、別に外需がおかしくなってるということも全く見られないと。一方で、何が下がったかというと、97年の消費増、デフレ化した時にですね、その97年の4月の前後で何が変わってるかというと、消費の増加がほぼゼロ成長になったんですよ。それまでは年間5兆円とか10兆円とか、すごい勢いでバブルが崩壊したにもかかわらず消費というものがどん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 拡大してた。皆さんご案内の通り、日本の経済というものは 60% が消費であって、その消費が膨らむことで 15% の、投資だって拡大するわけですから、消費が拡大することで日本の経済というものは 60+15 の 75% 拡大する。でそこに政府の税収なんかに乗っかるものが乗っかってこう拡大していくのが経済成長というものなんですけれども、で消費増税をしたことで消費がそこで伸びなくなったということが、日本がデフレになったことの原因であるという、この仮説を覆すような証拠は僕は一切ないと思う。なるほど。それしか考えられない。でその中に山一証券だとかっていうことも重なったのかもしれないですけど、経済が成長しないのは消費が伸びたいからであって、消費が伸びないのはもう金融不安ではなくて消費税であるということは、これも日を見るよりも明らかです。しかも先ほどおっしゃったように、消費というものがこう伸びてって、こう一回落ちます。でそれが伸びていきますので、巡航と今おっしゃいますけど、その巡航ではない。なぜ巡航ではないかというと、97年増税の後の
消費の増加率は年間 1% なんです。ところが97年の増税の前、バブルが崩壊したにもかかわらず、その時の消費の拡大は年間 3% だったんですよ、うんうん、年間 3% ですから、300×3 ですから、まあ、8兆円とか9兆円ぐらい拡大しちゃった。それが 1% に下がったことが日本がデフレになった最大の原因であるということ、うん、このデータをだから誰かが論破できるやつがあったら連れてきてもらいたい、はい、誰一人俺のことを論破したやつなんていない、俺と言いましたけど、はい、まあね、はい、あの飼育ガスだけ年率上がっただけで、その後してますもんね、はいはいはい、あの時ですね、はい、あと14年あの4月に予定通りやったことで、もしあれやらなかったらインフレ率目標 2% はもうとうに達成できたというふうに考えていいわけですね、うん、あれもですね、まあ、そこはどうかわからないけど、やっぱりそれだけでも増税延期するだけじゃなくて、うん、まあ、外需があったんで伸びてたかもしれないですけど、やっぱりもっと内需を拡大するような財政拡大だとか、それありますよね、そういうことが大事かなと思いますね。そう思いますね、はい、そうなんですね。だからまず成長しなければ、うん、あの財政良くならないのは、うん、もう本当にその通り、うん、ですよね。でただあのヨーロッパのレベルをみんな言いますね、うん、もう 20% 前後です、ね、そうですね、でヨーロッパで別にそこまで上げててデフレじゃないじゃないかと、うん、いうふうに言いますが、それはどういうふうな、それに関しては2つの事実誤認があって、すで、はい、にヨーロッパはデフレの状況にトータルとして入っています、うん、あのリーマンショック以後、あの成長率というものは非常に鈍化し、うん、かつあの下落していくような局面が見れる国家もあります。したがってその原因は何かというと、やっぱり非常に高い消費税であるという可能性は僕はあると思います。この点に関しては十分に分析をしていないのが、これからあのしっかりと研究していきたいと思いますが、少なくとも消費税というものがあの経済の成長の足かせになっている可能性はヨーロッパによってすら懸念されるというのが1点で、一方でに日本において高々 5% から 8% に上げただけで、というか 3% から 5% だけで消費、デフレになって諸外国そうじゃないじゃないかというのは、僕は今までちょっとあの1点だけあの申し添えるのを忘れてたことがありましたけど、僕が今批判をしているのは、デフレ状況か、あるいは需要不足か、あるいは不況状況下での消費増税というものが日本経済を破壊し、そして税収を下落させるということを言っているのであって、89年の増税というか税金導入時点、消費税導入時点においては、そういうような破壊的なインパクトは見られなかったのはバブルの頃ですから、それはもう3番、要するに消費税というものは強制的に物価を上げることですから、インフレーションの時代というのは物価が 2% とか 4% とか 5% とか 8% とか上がる、 8% はあんまないかもしれませんけど、まあ上がるのは別に普通なんですよね。だからあの物価が上がっていく局面で消費税がポッとあっても、あ、なんか物価が上がったかなということであんまり気にならない。ところが物の値段が上がらないとき、あるいは幾分下落しているときに 3% も下落してしまったら、ものすごいダメージが及ぶというふうに解釈することもできます。そしてヨーロッパにおいては、あのもうチューリップバブル以降、そのデフレにはなってないわけですから、ヨーロッパ僕は知る限り、あの、まあ、ドイツとかあったのかな、ドイツとかあの第一次大戦後とか一瞬、はい、あの超インフレなどデフレになったりとかっていう歴史的なことはあったかもしれないけど、ほとんど、まあ、戦後のこのブレトンウッズ大戦以降ですね、もう特にもうなかった状況ですから、そうやって順調に物価が上がっていく局面で、あの VAT を多少上げたところで、まあ、気にならずに成長できたというのが実態だと思います。メルケルさんが政権取ってすぐ、はい、あの 16% から 19% にドイツの付加価値税率を上げて、はいはいはい、あの時はあの経済成長、経済びくともせずに、しかもあの、付加価値税率を増税だけじゃなくて、所得増税も一緒にやってですね、うん、だんだんともなかったっていうのは、やっぱりそれはあのあれですね、物価上昇局面だからできたという、そうですね、そういうふうに考えたようになりますね。わかりました。それからあのあれですね、あのよく言われるプライマリーバランスというのはですね、はいはいはい、これあのもう財務省はもういつから駆け出したのか、うん、あのだいぶ前からですけど、うん、プライマリーバランス、うん、いや実はプライマリーバランスは中間目標で、その後に公債と GDP の低下だという、うん、でそのが財務省のロジックですね、でそこに至る前提としてプライマリーバランスがあるんだと、うんうん、まあ、ちょっとあの、はい、ちょっと視聴者のために分かりやすく言うとですね、はい、プライマリーバランスと、これはあの、来年度予算、2019年度予算の数字ですが、まあ、これは歳入と歳出があってですね、それであの歳出の、あのこの歳入の中で公債金収入、これ新たな借金の債務の増加ですけれども、それがその利払い費と元本償還費、これ国債費と言いますが、この範囲内に収まるとプライマリー黒字といってですね、同額になるところまで、税収等のが来るとですね、あの一般その他の国債費以外の支出はですね、借金に依存しない税収等ので賄われるという状態になるのが、いわゆるプライマリーバランスで、まあ、政府
をこれ目指しているということで、まあ、現状でまあ8兆円9兆円ぐらいまだギャップがあると。でこれをまず目標として2020年度に達成しようと掲げてきたんですが、まあ、今回の消費税の使途増税分の使途変更でそれ先送りになってですね、ちょっと今いつ達成されるかっていうのをですね2025年度とか先送りしたりしてるんですが、まあちょっとその辺がさ曖昧になっているという面があります。でこれは何を意味しているかというとですね、もしですね、借金返済額と新たな借金額が一致しますと国債の残高は どぐらい増えるかというと毎年の利払い分だけ増えることなんですね。これは元本償還のために発行する国債、これチャラですから、国債発行して国債償還しますから、そうすると利払い分だけ増えるというと、これは算数の数式みたいなものなんですけども、 GDP に占める債務残高というのはですね、この成長率と金利、これは前年度の GDP に成長率をかけたものが分母、前年度の債務残高に金利をかけたものが分子という形になりますので、成長率と金利がこの一致すれば、この債務残高は増えないということになるというわけですね。ただまあ、よく財務省とか財政再建派と言われている人たちは金利が成長率よりも高いのはですね、これは異常な事態で、高いのが当たり前で今低いのが異常な事態なので、これがずっと今現状を見ると中長期の経済財政資産というのはこれは内閣府がロールオーバーして最新のが2019年1月の試算ですけれども、これはいわゆる成長実現ケースということでアベノミクスは成功して名目成長率が現状で 0.9% が2028年度には 3.4% まで上がってきますと。そうしますとこの前提で見ればプライマリーバランスというのは順次縮小していくだけじゃなくて、公債と名目 GDP 比率もこうやって低下していくという姿になっています。これは別にプライマリーバランスが達成されてなくてもですね、ちゃんとこの比率は低下していくじゃないかということをこの示しているというのが一応これはファクトとして今解説いたしました。でそれであれなんですね、まずこれだけの成長率というものについて、まあ、多くの人たちは 3.4 って掲げてますけど名目でですね、これが非現実的じゃないかと皆さんおっしゃるんですが、ここは先生はどんなふうに言うんですか。これはもうもちろん積極財政、彼らがその、シミュレーションをやった時には、はい、これTFP が上がってるからとかなんかそんな全要素生産性です、はい、それで、まあ、辻褄合わせ計算してるだけなんですけど、はい、まあ、それってもう、まあ、なんかやっとるなぐらいの話で、内閣府の計算 で、ね、本来はこれぐらいの成長率は僕は達成できると思っています。それは TFP の上昇じゃなくて財政政策をしっかりとやることで、いわゆる財政政策による上昇効果というものをしっかりと担保することで、それからそのお金がキャッシュが回るようなさまざまな構造政策、むしろさまざまな保護政策ですね、賃金が上がるような政策だとか、価格がダンピングが起きないようにするようなルールだとか、で価格が適正価格を支払われるようなルールだとか、そういうものをしっかりとやることで財政政策をやって、その上からこうお金を入れたやつがちゃんとどこで株主とかに抜けないように、それがちゃんと賃金にこう入っていくような仕組みをちゃんとすれば、これぐらいのことはもうすぐできると僕は思います。ただ政府はこれは TFP 要するに供給力の増強を通して達成するんだって言ってるの、これ完全に彼らは間違えてるわけですけど、まあまあまあそこはもう置いといて、これは可能か不可能かというと可能です。 TFP もついこの間までは 2.2% 上昇率がですね、で 2.2% の上昇ってのはこれあまりにも非現実的で、こんなことやるとかえって信憑性失うんじゃないかと思ったら、今回だいぶ下げてきましたですね、これ今 1.6 ぐらいになってるんですよね、確かですね、まあ、1.6 でも辻褄が合うような数字になってきたんでしょう。で、そういう答えから逆算してますから、こんなもん大体、ね、まあ逆算ですからね、私も役人になってましたんでよく僕も6年間役人みたいなもんですわかりますか、こういうの どうやって鉛筆舐めてるか大体想像つくでしょ全然想像つけますよ ね、 でその時の鉛筆の舐め方としてもう一つは金利の舐め方があるんですね。これずっと 0.1 から、ずっと 0.4、で普通の金利に戻っていくのはこれは2026年 2.6 で、金利と成長率が一致するのは2028年の10年後に一致するところまでいくと、普通は、まあ、経済学者はですね、金利が成長率を上回るのは普通だと言ってる、でこれだけずっと低い金利を続けられるというのも、金利が低ければ財政は
必ず再建されるわけで、うん、これトートロジーなんですね、うん、そうそう何も言ってることにならないんですが、うん、この資産時代はですね、うん、そういう意味でこの金利でなんですが、うん、もう先ほどのこの図もそうですけれども、うん、いかにして答えはですねこの金利が成長率も低い状態を続けられるか、うん、成長率の方が上である状況をどれだけ担保できるかですね。そうです、そこは先生はどんなふうに、うん、ここはですねそのうちまあイコールになったり逆転したりとかすることになるでしょう、インフレになったりすると。でその時にはですね、で逆の考え方をね僕はしてて、はい、少なくとも金融政策をやっている状況下においては成長率の方が確実に上なわけですよ、うん、この間にしっかりと財政を拡充することでしっかりとデフレ脱却局面を作る必要があると、うん、思いますね。なるほど。だからそのうち逆転されていいんですよ、うん、それまでしっかりと成長する局面を作ればいいと、うんうんうん、でそれがまず1点です、はい、それとやっぱり日銀の、うんバランスシートの既存だとか、うん、その出口戦略どうするねという議論がありますよ ね、うん、ですね。ですから逆転するまでの間にデフレを脱却させて、うん、インフレーションにする、うん、でインフレになって、まあ、逆転イコールとかになってきた時のための出口戦略としてどうするか、これに関して僕これねずっと最近もうだいぶ先の話で考えてなかったんですけど、そういやそれ昔考えてたなっていうのもちょっとペーパー探してみると僕が提案しているのは、はいはい償還期限が来た日銀保有国債を中長期割引債に交換したらどうかと、はい、もう割引債、割引債です、割引債にしちゃうと、これはバランスシート毀損しなくなりますので、そうですね、金利が上がってもそうですね。で、ちょっとでね、これなんで僕この論陣張るの山田かというと、みんなわからないので、ああでもちょっとこの話やめてたんですけど、一時期ちょっと出口戦略で言われた時に僕らが考えてたのはいろいろ考えて、まあ、これやったらなんかみんな気持ち悪がらへんかなと。で永久国債っていうねお話されてますけど、永久、はい、国債っていうとなんかちょっとこう えみたいな人がいるので、僕はずっと6年間官僚にずっといましたから、はいはいはい、その官邸の中の空気感から僕はこれを提案したんですね。でこれだから役人は分かりますよ、それはあるよなみたいな、そうですね、バランスシートが分かってる人は分かるかもしれません、ね、そうですね、割引債、でもこれちょっと今ここで説明するのもちょっとなんか評価の問題ですから、うん、そうなんですよね、なるほど、割引債、割引債っていうのは要するに金利を支払うわけですけど、支払うだろう分を最初に割り引いて売る買うっていうのが割引債なので、最初にもう金利を確定固定してしまうので、確定ですからね、この金利上昇局面において評価額が変わらないんですよ、そうですね、っていう特徴があって、これいいん違うかと、どうですかこの、これはいいですよね、これいいですよ、でもこれマニアックすぎてね、これあんまりこれネットで喋っても喋って初めてですよもうこれ。あ、そうですか。喋っても何も分からないし、もう今なんて。今日は松田さんやからこう。いやありがとうございます。これね、そういやそんなペーパー作ってたんですよ数年前にこれ。あ、そうですか。いや昔2年ぐらい前ですが、バーナンキが官邸に来て永久国債を提案したって言って、実は私大昔現職の財務官僚の時に永久国債の研究って本書いたんです。あ、そうなんですね。そうなんです。であの時はちょっと別の趣旨で書いてたんですけども、ただ永久国債現職の財務官僚を書くというのにいかにも勇気があるかって言われたんですが、永久国債を巡った本が他になかったんで、私の書いた本がアマゾンで10万円、1冊10万円って言って石付けたことありましてですね、永久国債というとやっぱりあれですが、今ちょっと私も政府離れてるんで、ちょっとなんかね、A 級っていうのがね、なんかこう B 級な匂いを、なんかこう、あ、こいつとんでもみたいな、割引債って言うと、何っていう、まあ子役人のなんかあれですわ、もうだから A 級国債で全然いいんですよ、もう全然それでいいんですけど、その子役人の嗅覚からするとですね、A 級って言ったら嫌がるやつおるなっていうぐらいです。理論的に全然それでいいんですよ、全くそれでいいんですよ、っていうかもう諸外国それと同じもんですからね。そうですよね、そんなもの借り換えのだから、っていうかだから、借り換えの規制をなくしてもらいたいですね、借り換え債ってなんか1年限り一部とかなんかじゃないですか、1回だけとか、それをもうなんか、日銀の乗り換えがそうですよね、新規国債引き受けじゃなくて、乗り換えっていうのはものすごい限定されてるんですよね、そこの規制をもう撤廃、規制緩和するんだったら、そこ規制緩和してもらいたいですね、はい、竹中平蔵先生に頑張って規制緩和してもらいたいですからね、今の冗談です。それから政府が財政支出を増やす時の玉ですけどね、はいはいはい、具体的な玉は先生のアイデアをお持ちだと思います。そうですね、はいはいはい、これはもうたくさんありますよね、やっぱり防災投資、はいはい、これから地方のインフラ投資、でこれは新幹線、はい、高速道路をしっかり作っていく、はい、これも基本ですよね、ほとんどこれはなんていうか、今郵便局になんかはがき出したら、もう沖縄から、はい、
北海道まで全部届くじゃないですか、はいはい、それどういうことかというと基礎インフラですよね、うんうんうん、この基礎インフラというものは、はい、あの国家はあの田舎だったらもったいないから作らないとかじゃなくて、はい、全部作るという態度を取るんです、うんうんうん、これはあの電話とか水とか、はいはい、あの電気とか電波とか、はい、全部そうですよね、はい、で諸外国においては、高速道路も基礎インフラの仲間なんですよ、はい、でアメリカだとかヨーロッパだとかは基本的にあの田舎とか都会とかで格差を B/C 費用便益分析とかで便益が高いところにとかっていってそういうせこいこと言わずにとりあえずまあ作っとこうと、これは地域のエゴでも何でもなくてあの当たり前のこととしてやられているんですね。で日本においてはもうすごい格差が今ある状況なのでこれをあの欧米レベルになんとか近づけてもらいたいなと。そうすると地方も豊かになり東京一極集中もしっかりと止まって国土全体があの有給資産がなくなってですね、うん、あの適正に分配されて、うん、で適正に発展していくんじゃないかなと思います、うん、でそれをやるべきだというのが一つで、それから科学技術投資で最近僕はものすごく今この局面で注目しているのはインターナショナルリニアコライダー ILC というやつで、これが東北に投資をしようという話があるんですけど、これが緊縮財政派に阻まれてなかなか投資が進まなくて、ここを投資するとこれはもう上数効果というものじゃないですけど抗議の上数効果ですね、はいはい、あのいわゆるマクロ計算の上数効果じゃなくて抗議の上数効果も100とかいくん違うかぐらいのものすごい夢のあるプロジェクトで、全世界の超優秀な科学者技術者がもう東北に集まってですね、そこでのあのノーベル賞級の研究をわんさかわんさかやって、でそれでもうあの放射性物質 の半減期が半分になったりとかですね、半導体がめちゃ速くなったりとかですね、いろんなことが起こるんじゃないかと今言われてるのを、今緊縮財政派のせいで進まなくなってしまっているというのが、まあ例えばなんかこんなものがたくさんありますから、農業にしろそれからあの防災インフラ科学技術だけなくて、あの防衛技術だってそうですし、で防衛技術は最近あの小松製作所が車両を国産で作るのをやめたっていう記事がこの間ありましたですけど、今あの防衛具の、 あの兵器の、機械の防衛機器の、外需化が進んでるんですよ、それはもう財務省による緊縮財政によって十分な、その投資が兵器に対する投資が、武器に対する投資が行われないので、どん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 外需化してしまっていると。いろんな問題が起こってますね、はいはいはい、もう言い出すと山ほど出てくる。なるほど。それの各省庁の力を、もうこれ各省庁の心ある役人、あの 小坂市小役人は全部ほったらかして、心ある役人は必ず数人はいるはずですから、そうですね、少なくともね、本当はもっとたくさんいるんでしょうけど、そいつらの声を集めてしっかりと財務省のことはちょっと置いといて、あの素晴らしいプランを立てればいいと僕は思います。財務省はとにかく予算を切るのが仕事ですから、彼らが全て決めるわけじゃないという感じじゃないですよね。あの今のお話の中でいろんな、あの論点が出てきましたが、あのよく建設国債は将来に資産を残すからですね、60年償還にぴったり当てはまるから、これはもう財政法でも許されてるし、よくないのは赤字国債だって。で建設国債のしかし対象がですね、今工業事業収支金貸付金融で、今おっしゃったらもうまさに科学技術もあれば防衛もあればいろんなものがあるわけですね。だからそういうものであれば、例えばこう将来に資産を残すということきちんと、あの ね、そういう認定をしてですね、でこれは建設国債じゃなくて投資国債みたいにして、そうですでこれはもう財政補助いいというぐらいのことをするとですね、そうですね、と思いますけども、ね、はい、僕はあのやっぱり日本の国をダメにしているのは憲法9条第2項と財政法4条のこの2つだと思います。この2つの改定をぜひ政治家の先生方にやっていただきたい、で私が昔から提案しているのはですね、一般会計は別に特別会計に3つに分けるという議論じゃなくて、事実上の勘定でいいと思うんですが、一つはあのいわゆる資本投資的な勘定、投資勘定、資本的な項目、でここはもうあのいわゆるバランスシートの辻褄が合うことが重要であって、毎年の収支ということではない、そうですね、資産ができるちゃんと資産評価される資産があるんだったら負債はそれに応じて成り立つと、まあ、金利だってですね、この資産の性格に応じて弾力的に設定する、償還期間とかですね、それも全部そうですね。それから残りとして経常勘定っていうのがですね、これはあの無駄の削減どんどんやってもいいし、赤字こそ減らしたいなら減らす、であともう一つあの社会保障特別勘定を作って、もしあの
の藤井先生は反対かもしれませんが、うんうん、消費税でやるっていうんだったら消費税でこれだけのことができて、それでできないことがあるから、うん、だから借金してるんだと。そうするとこのいわゆる将来世代の負担とか関係が分かるとですね、うん、まあ、皆さんも消費税上げるとしたらこういうのがあると少し納得しやすいかなっていうことで、こういう3つに分ける提案をしてきて、で大事なことはこのバランスシートでちゃんと運営するということなんですが、私も議員やってた時に、うん、私の属してた政党はバランスシートで今決算ではバランスシートを作って、お金に作ってますが、予算編成の段階で発生主義でですね、ちゃんと複式会計でバランスシートの一環組ん で現金主義はそこから変換すればいいんじゃないかという提案をしていたんですけども、財務省が猛反対してましたですけど、なんで反対するんですかね、これは多分めんどくさいんだと思うんですけど、うん、僕素晴らしいですよね。僕これでいいと思いますよ。それでこれが唯一とは言わないとしても、大体こんな感じですよ。具体的な制度設計いろいろあるでしょうけど、まあ、この大体これは3つぐらいに分けて、だって、公共投資は、財政規律の枠外にする、それで社会保障は保険をベースとして、そこも枠外で持続性を考える、それ以外はそれ以外です、だから理念上この3つですよね、こうやってメリハリつける運営をした方が国民にも分かりやすいですね。いわゆる国の経営基盤、経営インフラとしても、こういうものがないと、もう何が何でも一律削減の世界で、そうですよ、意思決定をちゃんとできないこれ、多分ね、家計でもこうしてますよ、だって住宅ローンの話と、これから自分のその将来、老後のための保険の話と、で町のご飯だとか衣服とかの、この3つに分かれてるわけですよ、そうですね、なんかもう当たり前なんですよ、ですね、これをね、10杯人柄けにして、10杯人柄けにしている理由はですね、おそらく公共投資の国債発行も抑制したいっていうのがあるからなんですよね。で保険料のところをちょっとごまかして、僕、やっぱり消費税で社会保障をやるっていうのは、一般会計に普通は通常、ここだったら、経常勘定ですね、に入るやつをこっちに付け替えてきてしまってるために、なんかごにゃっとしてると思う、本来は社会保障っていうのは保険ですから、そうなんですよ、保険システムなんですか。だから保険でだって利用者負担というか、将来、だから自分の障害負担の利用者負担というか、時間軸を持った利用者負担でやっとる話ですから、それで足らん部分はやっぱり所得税の累進性とかでちょっとお金持ちの人に恵んでもらう、国力の範囲でやったりもで、それをだって消費税で全員に人頭税的に取るわけでしょ、それをだってなんで今のやつらに払わせんねんですよ、こうだから全部でこうやらなきゃ、今のやつに払わせんねんだったら金持ちから取ろうやっていう話ですよ、普通だと僕はそう思いますね。まあ、実際も世代間のこの状況を見るというのでは、こういう分離して考えて、分離していくのはいいと思いますよ。それからもう一つ、私が提案しているのが、これ、国債の償還、多くの人が知らないんですが、60年償還っていうのは、これ世界で唯一、日本だけが唯一なんですよ、60年償還ルールやってるんですね。これちなみにその GHQ がぶち込んだんですよ、このルール、でこれはどうなってるかというとですね、これは2019年度予算ですね、でこの予算の中でですね、この債務償還費と利払い費、さっき言いましたが、この債務償還費って何なのと、あんまりこう考えたことがない人多いと思うんですね。これ元本償還なんですが、これは60国債発行残高の60分の1ずつ60年かけて返すっていうことで、まあ、10年もの国債だって10年後に全部税金で返すわけじゃなくて、この計算でいうと60分の50は借り換えて、で徐々に10年ごと減らしてて、60年後にゼロにするという建前、もちろんこの建前通りになってないんですが、でこの毎年毎年こうやって入れてるわけです、定利作りで、国債発行残高の60分の1ずつ。そうだと、それで目の前の社会保障が足らないって死にかけてる人だとか、防災の対策で今死にかけてるようなところのダムを作ってあげたり堤防を作ってあげたりとかする代わりにここに入れてですね、で雨が降って死んでるんですよ、その人ら、人殺しですよ、こんな方。ところがですね、これその制度をやるためにその分赤字国債が増えてるわけですね。で国債減らすと言いながら、結局ですね、国債を発行して、こうやってぶち込んでるわけですから、借り換え債と同じなんです、これ。そうなんですよ、全額借り換えでやってるのと事実は何も変わりがない。さらに言うとですよ、僕これ内閣官房の時調べたんですけど、こっちはですね、一般会計に入れてないんですよ、こう表に出てこないんですよ、だって借り換えだから一般会計通るのがこっちだけなんですよ、ヨーロッパは。あ、ヨーロッパです、ヨーロッパはね、ヨーロッパその通りなんですよ。そうですよ、それで日本はここ見せて、おいでやる、おいでやるって、こう恐怖喚起コミュニケーションで死にかけていますけど、ビビらすために、これ、入れんでいいんですよ、借り換えなんだから、こっちで勝手にこう、こっちでくる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 借り換え
取っただけなんですから。で私がさっきあの現職の時に、永久国債の研究って本書いた時にですね、私の同期で国債担当の、責任者とちょっと議論したんですね、こういう制度やったところで借り換えやってるんだから同じじゃないかと、そうですよ、なんでやってんだって、彼なんて言ってるかというと、はい、いやそうは言ってもですね、こういうことをやって現状と理想とか現状と理想がどれだけ乖離しているかを一般国民が分かるようにする、見えるかですよね。でも誰もこれ見てもそんな分からないんですよ、そんなもの、ふざけやがってものすごいこうやって解説しないと分からない。しかもね、これ外国の講師ねと僕もなんとなく納得できるんですけどね、こんなバカなこと言ったら日本だけなんですよ、世界っていうことを財務省の資料に書いてあるんですから。そうそう、財務省の資料、これ日本だけで書いてあるんですよ、そうそう、これ普通は一般会計に入れませんとか、お前自分で書いてるやんけ。でもそんなん読み解けんのね、もう2人目ですよ僕以外そこに乗ってんの。いやもう昔から私これ言ってきたんですよ。いやでもね、これちょっとマニアックすぎてね。いやそうかもしれません。もうこの話になると、講演なんかで言ってもなかなかこう分かんないです、難しいんですよ。やっぱりこの問題じーっと考えてますからね、僕らこうやって俺これおかしいやんけとかって。そうです。でもしですね、これは私あの後で言います、永久国債にあの日銀が持ってる保有国債変えると、永久国債事実上国債が消えればですね、減債制度の趣旨が達成されるんで定率繰り入れられなくなると、今まで例えば赤字国債この 14.7 兆円のうち大体あの財務省に昔試算させたんですが、これからずっとこのうち、まあ、建設国債はまあ毎年毎年負担して返してるんで、赤字国債は14.7 のうち10兆円ぐらいらしいんですね。そうすると赤字国債が永久国債化で消えれば、この10兆円やんなくていいと、でやんなくてよければその同じ国債発行額でこれを歳出に一般会計に入れて、まあこれは何ですか、社会保障に使うか公共事業がいろいろあると思いますけれども、でこれは何を言ってるかと、今まではですね、国債国債を発行してこう定率繰り入れだと言って入れて、で結局過去の債務の処理に当ててこのビーカーの中の国債残高は減らなかったということですね。で今度は国債を発行して財政支出に分けて、一方でこの同額発行した分はちゃんと永久国債で消えてますと、そうすると国債発行残高が減らずに一般財政支出の枠が10兆円出てくると、毎年度のですね、というこれが例えばこれが一つで財源として出てくるわけですね。もう財務省は絶対認めないですけどね。これはもう絶対私がもうなんか財務省の後輩から怒られるのか。いやでもまあそういうことなんですよ。例えばもうこれでもいいし、もうなんかやる方も山ほどあってね。そうなんです。それからもう一つはそれはもう統合政府、これはあの高橋義さんもなんかもよく議論しますが、あの日銀と政府とバランスシートを連結させるとですね、日銀がまあこれ昨年末3月末の時点で450兆円国債持っていて、あと政府発行した国債のうち日銀が持っている分は日銀に対する政府の債務、日銀の政府に対する債権債務が相殺されてなくなって、何かあるかというと、日銀が国債を買って、その代金を民間市中銀行が日銀に持っている日銀当座預金に振り込むと、これがあの両立てで膨らんでるわけですね、で負債が膨らんでる、でもこの当座預金っていうのは、返さなくてもよかったんですね、資産を売却しないと減らないんですね、基本的に、つまり国債を売り戻さないと減らないです、これを取り崩して銀行は融資に当ててるわけじゃないわけですね、銀行は別途し、あの自ら信用創造してお金を作ってますから。でこれ帳簿上のお金過ぎないわけで、つまり返さなきゃいけなかったお金が今この返さなくていいお金こんなに返還されてると、450兆円まあ言いますとね、でこれはただこれほっときますと、持ってると満期が来ますから、満期が来ると借り返済を市中で発行してこれをバランスシートを落としていくと、でこれも両立てで減っていきますから、でそうしますと満期の時に元に戻っちゃうという事実上ですね、市中に戻っちゃうと国債が、そうせっかく財政あの国債発行額900兆円とすると450兆円、半分ですね、半分が消えてるのが、せっかく財政再建ができてるのが元に戻っちゃうんで、私はここを乗り換え、いわゆる満期が来たときに返済するんじゃなくて、永久国債乗り換えてですね、で日銀に永久国債、市中に売らないでくれと、というアコードを結んでしまったらですね、これはあの財政再建確定して、国債消滅する、でしかも国債で金利払わなくとしても、これ、ここの負させればいいわけですしですね、そうしたら金利負担もなくなるということで、その国債消えちゃうじゃないかと、まあ、先ほど僕申し上げたのは、ここを、まあ、あの割引債に変えていったらいいんじゃないかってい う, そ う, いう、ね、まあ、それでもまあ、そういう案を僕はまあ主張してたということですけど、ね、そういうことですね、でこれをやりますと、あのここから先はちょっとあの私がこういう未来のお金っていう本を書いている立場で、政府暗号通貨で日銀が持っている永久国債は、民間の求めに応じて政府暗号通貨を交付することで、バランスシートもちゃんと縮小していくと、国債が
いわゆる貨幣に変わるというマジックが起こるというのですね、私も提唱してましてですね、まあ、あちこちで今発信しているところなんですけどもですね、でこうやって私も今日は藤井先生の相手に、はいはい、いわゆる緊縮財政の立場から論点をつきまして、はいはい、私自身はこうやったので積極財政をやるために仕組みを整えようというふうに考えておりますので、まあ、皆さんもいろいろ考えていただきたいなと思います。それから藤井先生、これからですね、まあ、先ほど国土強靭化の話も出ましたけれども、うんうんうん、まあ、日本をこれからどうしていくかということについて、うんうんうん、ちょっと先行き、まあ、安倍政権、あと、まあ、3年、うんうん、まあ、なんかさらに4期やるという説もありますけれども、そこも安倍政権のやるべきこと、それあるいは安倍政権、ポスト安倍政権やるべきことも含めて、ちょっと先生の考え、うん、ね、まさにそういうことを論じようと思いまして、はい、こういう表現者が加えているような雑誌を編集して、はい、まあ、この中でナショナリズムを論じたり、はい、ポピュリズム肯定論を論じたり、はい、ネオリベ批判をしたり、で防災の話をしたり、うん、デフレーションの話をしたりということを、まあ、ずっとやってるわけですけど、はい、今ちょうど次の最新号で平成というか次のミオのちょっと何ていう名前なのか分かりませんけど、はい、マルペケというとマルペケ憲白書っていうのが書いてまして、でその新しい時代に日本の政治はこうやるべきだと、でそこにいくつか主張していることがあるんですけど、分かりやすいやつからいきますと、一つは積極財政をやりましょうと、はい、反緊縮で積極財政やりましょうと、はい、で二つ目はこれも分かりやすい話ですけども、反グローバルというか、保護主義と自由主義のバランスを取りましょうと、過剰な自由主義、過剰なグローバリズムではなくて、きちんと国内の保護と自由とのバランスを取りましょうと。だからこれ要するにブレグジットだとかトランプ大統領とか黄色いベスト運動と同じような流れですよね。だから要するに、反構造改革とか反グローバルとかそういう、まあ、言い方としては適正な競争、はい、原理の導入ですよね、はいはい、競争の適正化、はい、でこれ一つが積極財政、まあ、この二つが軸ですね。なるほど、なるほど。で経済的にはそういうところ で、うん、で基本的なさらに重要な安全保障対策に対してはやっぱり独立自存ですよね、はい、自主独立、はいはい、憲法9条と日米安保条約と、うん、それから日米地位協定という三位一体がありますから、うんうん、でこの三位一体の下で吉田ドクトリンで経済成長してきたというモデルが、うんうん、バブル崩壊というか、はい、東西冷戦崩壊まであったわけですけど、はい、もう東西冷戦構造が終わってますから吉田ドクトリンは使えない状況ですから、はい、そこはもう自主独立を行うことが必要です、はい、そして自主独立を行うために必要なのが、福国であり、その富国のために今申し上げた積極財政と、はい、構造政策を適正化することで、うん、でそれからインフラですよね、インフラの投資、はい、適切な積極財政というのはインフラの投資、うん、そういう格好で、日本の産業力をつけ経済力をつけることを通して国民を豊かにし国家を豊かにし富国を実現し、うん、そして安保法制だとか憲法9条2項の削除だとか改定とかを通してですね、完全に自主防衛のために、ための以外の軍事的行動は行わないけれども自主防衛は行いますという方向で9条2項を改定あるいは削除することで、きちんとした防衛力を身につけて、でそれで布告を行った上で強兵を行っていくと、そういう意味でインフラ産業富国強兵ですよね。でそういうことで外交を展開していくときに、重視すべきは外交方針はバランスオブパワー、勢力均衡概念というのがあるんですけれど、これは安倍さんのように北方領土問題を解決するとか、慰安婦問題を解決するとか、あるいは拉致問題を解決するとかっていうことを言わないのが勢力均衡外交の要点 で、はい、でここは解決は最終的には目指すんだけども、重要なのは状況を改善していくことであって、状況を改善するっていうのはパワーの均衡を少しずつ我が方に有利な方向に動かしていって、そして何かソ連の崩壊とかっていうことがあった時下級的速やかに解決するというのが、これが外交の要点で、これはヨーロッパで主に発達してきた外交の考え方ですけども、ということで、インフラ、なるほど、富国強兵バランスオブパワー
で自主独立、まあ、こういったところが国家がやるべきことだと僕は思いますね。外交でいうと、うん、期限を切るだけでそれは外交的に非常にポジションを悪くするんだよという感じが、うん、しますので、うん、そこはもう私も賛成です、うんうん、あとそれからあの積極財政のところでは、うんうん、あの財務省っていう名前にですね、うん、昔大蔵省が財務省になって、うん、あの時は私の現職だったんで、うんうん、あの伝統ある名前が大蔵省が財務省になって、あの時は嫌だなと思ったんですけど、うん、あの時はあの大蔵っていうのはもう1400年続いた唯一の大和言葉の証明なんで、世界的にも珍しい名前だったんで、日本人はどこまで国家意識のない国民かという意味でがっかりしたっていうのがあったんですね、うん、ただあの財務省が大蔵省の名前をもう戻らないんであれば、うん、本当の財務省になってほしいと思ってまして、うん、今の財務省は経理省だと思ってます、うん、あなるほどね、経理ですね、でまさにそのエクセルの番人みたいなもんですよね、エクセル売ってる事務のおっちゃんたちみたいな感じなんですよね、そういう感じがしないでもないんですね、うん、何のために今までお前ら勉強してきてみたいな、本当の財務戦略をやる、うん、それだからバランスシートで運営したという、そうですね、それはそうですね、いうふうに思ってます、うん、あの藤井先生おっしゃった輪廻を実現する、ちょっとあの、うん、ご参考までにそう思っております、はい、またあの反グローバリズムだけでということではなくて、適正な競争ですね、そうですね、適正な競争です、そうですね、うん、あとインフラについては、うん、よくあの役人なんかは、いや実は公共投資の玉がないんですみたいなことを言うんですけども、山ほどあります、ありますよね、であとあのボトルネックをよく言われるんですね、もう人手不足でっていうのがあるんですが、うん、その辺の問題はあの先生は最後にちょっと、うん、そこはもうあのきちんと賃金というか、はい、単価を上げて、うん、で賃金を上げれば人手も集まるし、うんうん、でここでなかなか言われないんですけど、重要なのは単価を上げることを通して、うんうん、安い金しか払わない発注者を、うんうん、こう退出させていくわけですよ。なるほど、はい、そうすることで、うん、あのブラック企業化が改善してホワイト業界化していくわけですね。なるほど、こうちょっと働くだけでいっぱいお金が儲かると、うん、生産性が高くなってくると、うんうん、でそれはあの支払い資格の高い人のビジネスをやっていけばいいわけですからね、うんうんうん、ここの単価を上げることで、うん、ウィリングネストゥーペイ、支払い資格の低い人を退出願って辛抱してもらって、うん、もっとお金持ちになる努力をしてもらって、うん、これであの高値の花に思わしといて稼いだお金でこれをやっていくと、はい、そしたらあのそういう状況にしていくと人も来るから供給力も上がっていくし、であのいわゆる乗客の反対の下客が切れていけますから、うん、あのマーケットは適正化していって、まさにこれはミクロな政策におけるデフレ脱却だと僕は思います。あの私も役所に言いましたけど、うん、とにかく価格を下げている、うん、安かろう悪かろうになっている事例、うん、あまりにも多くて、あまりにも多い、これはやめなきゃいけませんね。これでもうあの、これ経済学の基本中の基本ですけど、ね、もっと金払ってもええと思ってるやつ、これこんなんでええのって、ボロ儲けするわけですよ。そうですよね、そいつはもう4倍も5倍もほんま払いよるんですよ、そいつからちゃんと4倍5倍むしり取らな、そんなもん、ね、商売人はそれはこれは経済学の考え方ですよ。そうですね、これはね、これを一部導入すべきだと僕は思いますよ。分かりました。うん、あの藤井先生、うん、あの非常に今日は刺激的なお話をいただきまして、はいはいはい、ありがとうございます。接客財政論の論拠がどういうことであるかということですね、うんうん、あの皆さんも納得していただいた方もいれば、いろいろ考えられる方もいるかもしれませんが、はい、あのまたいろんな議論を進めていきたいと思います。どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。